ユージ、私は大交代とは私が戦う。他の連中を抑えて。ヒリン！メッシュ、言ったはずだ、世の客だと。シャナ、なぜこんなことを。シャナは戦うつもりなの。君と共に生きたいという願い、君を守るという誓い、どちらにも嘘偽りは一切ない。それでも君はフレイムヘイズという一道具として世を阻むと。阻む。ユージが手を貸している対面は神の力を借りた共柄の暴走で引き起こされている。創造神は意欲の赴くまま世界の変容すら実現できる、できてしまう。その実現が世界に致命的な危機を及ぼす可能性もあるのに。だから討滅しなければならないと。ユージが岬氏を去った後、ある人に教えられた。自分をごまかすのは終わり、あなたとあなたを一つにする時が来たと。分かっているつもりだった。フレイムヘイズとしての私とそれ以外の私がいつの間にかできていたのだと。でもそれはつもりに過ぎなかった。その意味を相談した相手に一言で指摘された。二人じゃない、お前は一人でしょうと。その時どういう意味なのか分からなかった。ユージと会ってからは自分でも気づかないうちに分からないふりをしてた。ユージと戦うのが嫌、嫌だと思っている自分を認めたくない、そんな情けない理由から戦わねばならない私と戦いたくない私、二人の自分の間で迷うことに逃げていた。今私は逃げを踏み越える最強の自在法を得た。ここにたどり着き戦うための大きな力を得た。ユージに出会うことで全てを片付ける結論も得た。全てを片付ける。うん。はっ。ユージ、私はユージが好き。この気持ち、愛こそが最強の自在法。切り結ぶ刃の下でとは知らず育ての親に習ったか。私はこの最強の自在法であなたに挑んであなたを倒す。倒す？そう、私はあなたを殺さない、殺したくないじゃなく殺さない、腕ずくで倒して従わせる。あなたに祭礼の蛇がついているのなら祭礼の蛇ごと。こんなシャナは知らない。そうして改めてあなたの力で本当に何をすべきかせざるべきか、フレームヘイズにも納得のいく結果を探す。そう、その難しいことを決意するだけでよかった。それが一人のフレームヘイズたる私。不可能だ。そんな調子のいい結論が許されるわけもなかろう。世が数千年の悲願を子供の絵空ごとで跳躍するか。許される許されないは問題じゃない。私はあなたと異なる二人で生きる道として選んだ。だから実現を目指す。最強の自在法を誰もがするように二人で通い合わせる日のために。いつかユージは祭礼の蛇として言った。私がここにある好機を、全てを転覆させる魔人が最も近き契約者として共にある好機を無意にしてはならないと。何？もしお前がユージを消し去ってただの創造神になったら、私は天罰神の契約者として天波城塞を躊躇なく使う。ユージがそこにいるからこそ私はただのフレイムヘイズとしての性急な行為に走らない。私たちは今ある私たちだからこそ新しい道、調子のいい子供の絵空ごとを選ぶことができる。こいつは危険だ。それは誰の笑いだ。さあね。でも面白い。笑わずにはいられない。君って子は本当にすごい。何度もそう思ったけど今度は極めつきだ。
体現相互もそこまで行けば立派な戦う理由になる。体現したつもりはない。目指して実現させる。だからそのために聞いておきたい。世界を改変するというあなたの対面の内実を。気が早いな。言うことを聞かせるのは倒してからではなかったのか。物事には語るべき時というのが、もし今すぐに語ってほしいというなら、君の言うようにまず世をねじ伏せてみるがいい。分かった、そうする。